のね、クリスマスイブね、さっきもちょっと触れたんだけどね、うちの神さんでね、付き合ってる頃からね、もう3度目の一応クリスマス、4度目か、3度目か、それぐらいになるんですけどね、プレゼントってあるじゃないですか、プレゼントが絶対にくれっていうもんがあって、それがね、クリスマスブーツなんだよ。3度目だな、もうこれで。クリスマスブーツをくれって言うんだよ。あんま別にお金高いもんくれって言っても、俺がふざけんな、何様だこれやろ、ごぼうのあく抜きでもやってろぐらいのこと言いますから、あんま高いものは言われたことないんですけど、基本的にね、クリスマスブーツがありゃいいっていう人なんですよ。なんかね、多分ね、幼児期のトラウマかなんかあるんでしょ。なんか、例えばクリスマスブーツみたいなブーツを履いた男に暴徒親で乱暴されたとか、多分そういうこう、なんかあるんでしょうけど、神さんね、付き合い始めたけどもう24ですよ。4、5、6ですよ。今26になるこの3年間、ずーっとクリスマスブーツで、1年目の時に、こっちもほら神さん、まだ結婚前ですから落とそうと思ってる時に、9000円かなんかするクリスマスブーツ買ったんですよ。中入ってんのは、いわゆる歌詞がずっといっぱい入ってて、で、まあなんかアンドレ・ザ・ジャイアントが履くぐらいの、ブルーザ・ブローディーの足切り落としたぐらいの大きさのさ、クリスマスブーツ真っ赤なの買って、で、去年何欲しいのかなと思ったら、去年もクリスマスブーツだって言うんだよ。で、で、全く同じもの、また、その8000円、9000円するぐらいのでっかいね、クリスマスブーツ買ったさ。で、いて、今年は何欲しいって言ったら、クリスマスブーツがまた欲しいって言うんだよ。で、いてね、去年のも一昨年のも、中身の歌詞は食っちゃったけど、取ってあんだって言うんだよね。したら、なんか、物入れみたいなとこ見たらさ、これ揃えて置いてあるさ。ね。で、こう、玄関の靴箱みたいな、俺あんま開けなかったか知らないんだけど、玄関の靴入れみたいなとこ開けたら、そのどでかいやつが、俺のエアジョーダンとかもうクソみてえな扱いになってんのに、発泡仕様でできた靴は揃いでズドーンって言うと、身長3メートルのアンムラーがいますよぐらいのデカさで置いてあるじゃないですか。ほいで、で、一応そのでっかい同じな二つ揃ったから、今回はなんか新聞の広告かなんか見たんかな、26の神さんですよ。26だ、もう中年女性です。ね、マダムです、マダム。ね。マダムが、ね、キセルのタバコを食い出しながら、ね、パピオンのこう仮面をつけながら俺に言うにはさ、サンリオショップだけで売ってる、キティちゃんの5000円かなんかの、3L っていう一番でかいクリスマスブーツが欲しいって言うさ。ホワイトいて先週一週間非常に忙しかったから、当たり前ですよ。僕はもう亭主関白ですから。もう亭主関白ですから。そんなね、クリスマスのプレゼントに銘柄指定で、いくら安いものとはいえですよ。ね、キティちゃんのクリスマスブーツが絶対に欲しいと。しかも一週間スケジュール詰まってんのは知ってんだ。な。ズドンと、タンパク宣言。お前は嫁だ。俺としては、さだまさしとしてはさ、言ってやったさ、月曜の午前中ならなんとかなるかも。一応月曜の午前中、今日の昼さ、嫁さ、婿養子さ、そりゃ、もうキングノブ。ほいで、今日の昼間、ね、うろうろ、街中探したら、宝飾日本ですよ。いろんなね、渋谷のあの原宿とかのキティランドとか行ったさ、また車大渋滞さ、ヘトヘトになって行ってもないんだよ、このキティちゃんのやつが。ケロケロケロッピのやつなんだよ。で、いて、もう俺も、亭主関白だから。ね、忘れてくれるなですよ。ね、仕事もできない男に。ね、俺も亭主関白だから、携帯電話でカカカカってかけて、神さん呼び、家で寝ている。ねえねえ、家で寝ている神さん呼び出して、トゥルートゥルー、もしもしって言って、俺だけどの前に、あったキティちゃんのって、ケロッピのはあるんだけど、いいかな、ダメーつー、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 もうケロッピのじゃダメですわ。ほいで、その後、渋谷原宿になくて、池袋行って、で行って、パルコかなんかの中にサンリオショップがあるですよ。行って、やっぱりこれもね、キティちゃんがね、猛烈に売れてるんですよ。ねえ、ね、ないですよ。で、その横のところディスカウントショップ行ったですよ。あったですよ、ディスカウントショップに。これ、やったーと思って、これは買いだーと思ったら、そのキティちゃん、口がついてるんですよ。リボンの色が違うですよ。ほいで、このブーツの横に印刷してあるサンリオキャラが、ケロッピが紫ですよ。それがどうも気にかかるんですけど、これ一応亭主関白でこれぐらい大丈夫かと思ったんですけど、どうも電話する勇気も出ません、この亭主関白には。で、いろいろこうやって歩いてんだよね。何が嫌だってもね、4軒目ぐらいのところでね、
こんなゴン寝癖ボワーついてて、寝癖を無理やりニット帽で隠して、でっかい変なロングの、ウィンドブレーカーみたいな、何やつか、膝下ぐらいまで隠れる。で、それ前止めてあるから、ちょっとした塔ですよ、僕。ね。太陽の塔、岡本太郎作画、そのサンリオショップ一軒一軒、また女子高生でごった返してんだよ。なんか前にプリクラのキティちゃんバンドが置いてあるからな、うわー並んでるよ、今度から、ちょっくらごめんなって、ちょっくらごめんなってって入ってって、で、もじもじしながらこう、棚のところのクリスマスブースのとこ見て、うわ、ブーツ、やっぱり中くらいのやつしかないわと思ってレジんとこ行って、すいません、一番でかいキティちゃんのクリスマスブーツありませんかね、お菓子いっぱい入ってるやつ。って言うのがもう嫌になっちゃって、それでもうこれはね、俺一人で行くには体力の限界だって言うんで、今日、休みだったから、友達に会うで、大野っていうさ、よくこれにも出てくるんだけど、ガキがいるやつがいるから、女のガキがいるやつがいるから、あ、こいつと一緒だったら、こいつが言う分には何も照れがないじゃん。だってこいつは自分の子供のために買えばいいんだから、ね。俺はマダムのために買うのには照れがあるけど、それそいつ無理やり呼んできて、今度は俺の記憶の中で、サンリオショップ。どれぐらいあるか、繁華街のサンリオショップはやっぱりサンリオ商品めちゃくちゃ売れてるからすごいごった返してるから、要するに都電沿線の俺が小学校ぐらいの時に前を通った記憶のあるサンリオショップっていうのを探してさ、歩いたさ、ところがこれがねえんだよ。売れてんだよ。5000円するクリスマスブーツだよ。あれがめちゃくちゃ売れてるらしくてさ、もうほとんど山さんみたいな状況だよ。もう太陽に吠えろの。都電で二駅行った商店街に確かあった記憶があるって、その商店街降りて、端から端まで歩いて、で、通りすがりの人に、この辺にサンリオショップありませんかねって聞いて、それなら向こうの方になんて言われて、行ってさ、ねえだよ。おいでいて、もうずっとうろうろ探してるうちに、大野は大野で、友達の大野は大野で、自分の子供に買うクリスマスプレゼントを買うついでに付き合ってんだから、お前のそのね、キティちゃんにはそんな長く付き合えないからって、俺のね、プレゼントも買わなきゃなんねえってね、今度は切り替わってさ、もう、キティちゃんのブーツは諦め、ね、ディスカウントショップ戻っていいや、紫のケロケロケロピ買えばと思って、いいやと思って切り替えて、今度は大野のその、2歳だか3歳になる娘のためのプレゼントを探すっていう作業でさ、で、またどのとこ行っても、あれが気に入らねえ、これが気に入らねえって言うんだよ。で、娘はまだね、クリスマスあんま理解してないの。ね、バカだから。ねえ、で、その娘に何欲しいって聞いたら、枝豆だっていうらしいんだよ。うんだ、もうその時点でダメなんだよ、もう。娘何買ってってもダメなんだよ。おい、でも、うろうろ探してるうちに、昔中学校ぐらいの時に、ガンダムブームの時によく通ってた、プラモデル屋。プラモデル屋があって、そこにフラッと入って、大野が結局、娘のクリスマスのために買ったのが、1万2000円のコンボイのプラモデル。なんだお前な、コンボイのプラモデル、女の子だぞ、お前。喜ばねえだろって言ったら、いや、結局俺が作ることになるからいいんだなって、コンボイだよ、コンボイ。もうバカバカクリスマス。もうダメ、ダメ。